サポーターの皆さん、本日の試合見事に勝利となりました。サルダ選手からビクトリーメッセージいただきましょう。まずはディフェンダーナンバーチェンジ3谷口ヒーロト、本日は応援ありがとうございました。苦しい展開でしたけど、皆さんの応援のおかげで勝利することができました。ありがとうございます。さあ続いてはご両親の前で見事な逆転ゴール決めてくれました、フォワード7番新井瑞希。応援ありがとうございます。難しい試合でしたが、皆さんと一緒に勝ち切ることができて本当に良かったです。まだ練習も始まったばかりですが、次の試合も勝てるように頑張ります。ありがとうございます。